第4部はブータンからの介護人材の受け入れの方法およびスケジュールについてです。技能実習制度、それから今検討されている新たな在留資格、それが今後外国人の介護人材を受け入れるにあたってどのような影響を与えていくのか、その法的理解と根拠について外国人技能実習校キャリアクルーズアカデミーの長谷川さんから紐解いていただきました。さらにケアズジャパンのリーさんから受け入れ条件、今後のスケジュールについて話を加えています。参加していただいた皆さんから質問をいただきながら皆さんとディスカッションしました。介護業界、介護施設が東南アジア等から来る外国人技能実習生等でどのように支えられていくのか、どのような仕組みを作っていかなくちゃいけないのか、共に考える機会とさせていただければ。それでは最後のプログラムになります。ブータンからの具体的に受け入れということで、訪問スケジュールと私たちからの提供させていただきます。で、そこに技能実習制度ですとか、それから在留資格制度の法的理解と新しい在留資格等の進捗状況について皆さんにご共有しておきたいと思います。外国人技能実習校のキャリアクルーズジャパンとなっております。それではアカデミーの立ち上げでございます。こちらの方にお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。私は神奈川県の藤沢市にございます外国人技能実習校キャリアクルーズアカデミーの長谷川と申します。どうぞよろしくお願いします。この外国人技能実習校はですね、実は一級建築士事務所の株式会社アカデメイヤ、今日代表の皆川もですね一緒に同席させていただいておりますけれども、そちらの会社が作った創設した外国人の技能実習生を専門に教育する機関でございます。今すでにですね、現在ベトナムの技能実習生を受け入れておりまして、今20名、この28日に15名入ってきまして、35名の実習生を約1ヶ月間、ご存じだと思いますが、入国してから法定講習として実際の企業や実習先に配属されるまでの期間ですね、最低限必要な日本語と、それから日本の生活習慣マナーをですね、学ぶ教育する、これは法定で決まっておりますので、ここの1ヶ月間を過ごしてから実習先に配属される。そこの学校をですね、当社の方で、実は当社は建設業を営んでおりましたけれども、営んでおります。しかしながら私もこの仕事を携わらせてもらってから、ふと、建設現場をですね、ちょっと、意識して見る機会があるんですけれども、ご多分に漏れず、今介護の話ですけれども、建設業界はもちろん早い段階から人手不足は否めまなくてですね、現場を見ますとですね、実際に働いている方っていうのは私の年代より上の方がもう一生懸命土焼けして働いてらっしゃるんですよね。だからということはですね、若い人ほとんど見ないです。で、見るとしたらですね、やはり外国人、ベトナム人ですたり、フィリピン人だったりする、まあ、こんだけ実情で、実際に農業でも同じです。毎日私たちがスーパーで、簡単に気軽にですね、購入している野菜なんか、例えばレタスなんかも、長野県では技能実習生が約3000人ぐらい入って、その収穫に当たっている。ですからそういう底辺のですね、ところでの現場での活躍ですね、活躍、働きがないとですね、私たちの生活って成り立っていないというのが必要なんですね。で、そこにおいて今回、今日はちょっと少し、皆さんにお話しさせていただきます。介護におけるじゃあ外国人の就労の現状と今後はどうなのかということを少しですね、お話をさせていただきたいと思います。今日このテーマはですね、まあ、実際に詳しい、行政書士の先生方や専門の方おられると思いますので、まあ今日は限られた時間の中で介護に関することに絞ってですね、お伝えをしていきたいと思います。介護職のですね、外国人の受け入れの予測です。これ今国会でもすで、に成立しました、まあ、話題のところでございますけれども、まあ、厚生労働省の試算ではですね、2023年までには約5年後ですね、30万人が不足されると予測されています。で、その中で、外国人材を
5万人から6万人受け入れるということを考えておりますけれども、まあ、そのさまざまな施策をしてもらうですね、予測が予測されていると。国内の人材の確保で20万人の施策として高齢者の女性の就業促進だとか離職の防止、それから生産性の向上の取り組みで2万人ロボット活用ですとか、さまざまな取り組みを厚生労働省、通産省連携して考えておりますけれども、まあ、それでも足らず5万人か6万人ぐらいの外国人材を入れなきゃいけないだろうということが言われております。ただしこれはですね、あくまでも厚生労働省の試算ですから、施策がしっかりきちんと実現されての予測数値になりますので、実態としてはですね、おそらくもっと不足するであろうと。今日介護施設の方、関係の方々もいらっしゃると思いますけれども、現実今なんとか回っている、回している、あるいは新規の施設を作っても、なかなか満床を全部の病床数を、病床数ですね、病室をですね、開けることができないような現状じゃないかなと思います。実際にですね、じゃあ今実績としてどうなのかということで見ますと、介護職の外国人の受け入れはですね、特定技能、これは今申し上げたところで5万人か6万人、5年までに受けるで、在留資格で、今介護という在留資格がございます。ちょっと在留資格のことはまた少し後ほど触れさせてもらいたいと思うんですけど、この時点では177、から技能実習生、これは去年の法改正からスタートしてますけれども、247名、EPA もすでに2008年から、10年前からスタートしてますが4300名、これ見ていただいて皆さんどういう感想をお持ちかと思いますけれども、非常にやっぱり少ないんですよね、介護職の現状というかですね、技能実習に、至ってはですね、247名、あれだけ騒がれていてもですね、まあ、法改正がなかなか遅かった点もありますけれども、まだ実際に250名近くしか入っていないということですね。ですからまだ全国的にはまだまだならないということです。でちなみにですね、参考までに申し上げますと、外国人の就労数は今現在約日本には128万人おります。でそのうち、技能実習として、日本に入ってきているのが26万人約ですね、年々で 10% から 15% ずつぐらいかつて増えていきます、ね、外国人就労数の約 20% を占めています。でそこで、先ほど申し上げた在留資格です。在留資格というのはなかなか私たち日本人にはですね、あまり馴染みのない、言葉だと思いますけれども、日本国で定められている外国人が日本に滞在できる資格、これ法務省から出ているものですけれども、特にですね、介護に関するところでいきますと、先ほど、申し上げた、ここの、介護という在留資格はですね、平成29年6月1日から施行されまして、介護福祉士の資格を持っている外国人に限っては、介護の現場で働いていいですよと。ただしこのじゃあどうやって介護福祉を取るのかというところですけれども、これは大体留学生で、介護を学んでですね、2年間、最低2年間ですね、それから国家資格を取ってという形の入り方をしています。あともう一つはこの技能実習生、これが、在留資格の中での位置づけになります。さて、今国会で12月8日に参議院通過しまして、法改正で成立しました新在留資格の特定技能の概要ですけれども、特定技能というのは、就労を目的とした新しい在留資格です。今までの技能実習というのはこれからなくなるわけではなくて、継続してございます。で特定技能というのはですね、日本語の能力水準、それから業務上必要な水準を考慮して受け入れ業種ごとに定めると。でこれは何を言ってるかというとですね、実際には、技能の、評価検定を受けなければなりません。ですから日本語についても、それから技能についてもですね、ある一定の
能力推薦がないとですね、特定技能としては認められないということです。ですから誰しも彼氏もが私は日本で働き介護として働きたいです、あるいは特定技能の在留資格受けたいです、申請します、入りますというわけにはいかないということですね。このことについてはもうちょっと後ほど小室店舗のところで触れます。であとはですね、在留期間はこれはもうご存知だと思いますけど5年と、でこれが特定技能の1号で、ある能力水準を達成しますと特定技能の2号という形になりまして、一応在留期限は、事実上なくなるという形で、永住権を申請すれば、認められるであろうというか、ただし、特定技能の最初の5年はですね、家族の帯同は認められない。特定技能の1号と2号、1号は5年ですね。で、ある程度日常会話必要と、これちょっとここに書かれてませんけれども、先ほど申し上げたように、日本語の水準要件、これ、多分おそらく、日常会話程度ってことですから、N4 ですね。N4 レベルぐらいが多分求められるんじゃないかと。それから、あと、介護職で言えば、介護の技能で言えば、技能検定、評価試験ですか、そこに合格するということですが、基礎9科もしくは2級程度の能力が求められるというなことは、何をこの今回の特定技能で言われているかというとですね、ほぼほぼ大体、技能実習生から、特定技能に移行されるであろうと言われています。これはもう、政府もそのように、話をしていますから、政府の答申としては大体 50% から 60% ぐらいが、技能実習の1号、3年ですね、2号です1号が1年、それから2号が2年目、3年目を修了した、その技能実習生からの移行が特定技能になってくるだろうというふうに予測されます。特定技能と技能実習の違いです。ちょっと技能実習制度も非常に複雑なんですけれども、技能実習は、あくまでですね、国際協力の推進の下で、人づくりに寄与すると。何で人づくりするかというと、日本が培った技術、技能、知識、これを開発途上地域に移転して、経済発展を担う人づくりに寄与すると。これが技能実習の大きな目的ですので、国会でも散々議論されましたけれども、技能実習はですね、労働力の需給の調整の手段としては行われてはならないというふうに書かれて、うたわれていますが、実態は、私も毎日今、ベトナムの実習生と接して、日本語を教えたり生活したりしてますけれども、彼らはもう完全に稼ぎに来てる。ベトナムでいうと大体日本とですね、貨幣価値が200分の1ぐらいですね。だから200ドンが日本円で1円ぐらいの価値で、手取りで大体、10万円ぐらいもらって、2万円から大変なことになると5万円ぐらいを、家族に毎月送金する。ですから自分たちで残る手元で大体5万円から7万円ぐらい、でその中で、生活費、食事だとか食費だとか自分の服だとかそういうものをしながら生活する。大変非常に彼らの非常にチャレンジングな制度ではあるんですけど、それが技能実習制度。ただし今回 の特定技能というのはですね、そういったその弊害があることを、分かっているがゆえにですね、特定技能は外国人の労働者としての再対応資格、ちょっとだいぶ安倍首相も野党に叩かれてましたけど、単純労働が可能になるということなんですね。単純労働、じゃあ介護における単純労働何かと言われてもですね、それは、非常に難しいところがあると思いますけども、ここについては政府もまだ何もそこについて触れていません。ただし、例えば、宿泊業のようなところであれば食堂の配膳など、こういったところでの単純労働が可能になるということで、ここは逆に言うと技能実習制度では、認められてなかったところです。あくまでも技能や知識の移転が前提となるということでした。そこが大きく違うと思います。で、これはあくまで私の試験で、今現在その技能実習制度に携わる、実際に現場の中で携わりながら、感じているものですけれども、現状はですね、
介護職の外国人材というのはですね、インパクトのある供給環境にまだ日本にはないということですね。なぜかというと、ここに1、2に書かれてますけれども、特定技能の介護職は、まあ、50% か 60% は、技能実習生から移行されるであろうと、それは政府はそういうふうに見込んでいるわけですから、制度設計上もですね、そういう設計になっているんですね。で、介護の技能実習生というのはですね、去年、いわゆる法が施行してスタートしたばかりですから、今、実態としてないわけです。供給する実態がない。したがってですね、介護の技能実習生からの移行というのは、現実的に今、この2、3年無理なんです。ということはどういうことかというと、この技能実習の2号3年就業者から、技能評価試験ですね、このいわゆる日本語能力水準とそれから技能の水準、こちらがですね、上記試験が免除されるんですね、3年まで技能実習を行うと。ですから多分おそらくですけども、この流れでしか介護職というのはですね、今の段階ではなかなか、しっかりとしたですね、先ほど小川さんがおっしゃってたような3年5年のスパンでですね、きちんと人材を循環させて定着させていくと確保していくということは難しいんじゃないかな。もう一つの方向としては留学生からというのがありますけれども、留学生はあくまでも留学生ですから、在留資格が留学の期間がありますけれども、聞き入れますと本国に帰られてからです。それが先ほど問題にずっと提起されているブータンでは留学生が来犯ですね、300人帰んなきゃなんない、でどうするんだという話になったんですね。でしたがって、今日今回今後の展望のところで今日私が一つだけ申し上げておきたいのは、介護の人材を入れていく一番確実なそして、方法としては、この技能実習制度から、特定技能に移行していく、その道筋を早くいち早く、作るということです。その環境というのは、一番その人材の経営を安定させていく方向ではないのかなというのが、ここ数ヶ月の中ですね、私が現場で動きながらですね、環境制度ですね、仕組みとしてはですね、今先ほど出てましたこのブータンというのは送り出し、実習生を送り出す側の国のことですね。で、日本政府と政府間取り決めをします。技能実習を受け入れ受け送り出す。でその政府間取り決めをした後ですね、ここが送り出し期間に人材が集まってきます。この送り出し期間のが、リーさん、ケアジャパンがやっているところです。でここでは、日本語の学習、それからこれから介護の教育をするというふうに僕は先ほど青木先生というのは日本語学校です。でそこで今度管理団体となりまして、ここは受け皿になります。日本のですね。ここはいわゆる日本での里親みたいな形なんですけど、ここで受けて登録して、実習生が実際に、施設に入っていくというのが大きな流れです。でただこの管理団体というのはですね、外国人技能実習機構というのは昨年から、法務省の管轄のもと存在されたんですけど、ここできちんと許可申請をして、許可が下りた団体でしか受けられられません。今のところ日本には全国でいろんなさまざまな業種の組合が2000余りあります。ただその今の段階ではその介護と言われているところの許可を受けているのはですね、大体300ぐらいですね。まだまだ少ないです。介護に関してはですね、組合も非常に素人、介護について明るい組合というのは日本にはあまり少ないです。そういうのは今です。で、ここは私どもが担っているところですけども、法定講習で、実際に実習生はここから入ってきて、ここに近くここに入りまして、ここで1ヶ月の講習を受けて、そこから配属と言って配属という形です。これだけのですね、いろんな手続きを踏まなきゃならないとですね、この管理団体の業務非常に煩雑でして、制度としてはですね、あまり
効率の良くない高コスト政府が日本国がやった制度でございます。これは技能実習制度としては前の研修制度はちょっと除きまして25年の歴史があります。ですから25年間の中で出てきた課題問題を今回特定技能という形で一つクリアしようというのが日本政府の取り組みでございまして、私自身も国政から結構前進しているんじゃないかなと考えています。というふうに思っております。はい、以上でございます。ありがとうございました。Thank you.